はい、おはようございます。では今日はスマートフィルターについて、スマートフィルターとは何ぞやというのを今からやってみたいと思います。はい、まずは、何かドキュメントを開きます。そして次に、今背景の状態、背景レイヤーが1枚あるだけです。続いてフィルターメニューのスマートフィルター用に変換をクリックしてください。で、次のような警告が表示されますので OK を押して続行します。この操作によって作業中のレイヤーがスマートオブジェクトになります。右下に、アイコンがつきましたよね。はい、次、フィルターを適用してみます。はい、まずはフィルターメニューの、ピクセレート、まあ何でもいいんですけどね、今回はピクセレートを選択します。で、カラーハーフトーンで、値は何でもいいです。とりあえず OK を押してフィルターかけます。はい、続いてフィルターの表現手法、エッジの交際。これで2つのフィルターがかかりました。レイヤーパネルをよく見ると、スマートフィルターの下に適用したフィルターの名前が現れます。エッジの交際とカラーハーフトーン、ね、今、適用したフィルターの名前が表示されます。そして次にレイヤーパレットでカラーハーフトーンの部分をドラッグして順序を変えてみます。はい、このエッジの交際とカラーハーフトーン、レイヤーのように、このようにですね、掴んで、そのフィルターの上下関係を入れ替えることができます。本当にレイヤーみたいですね。はい、これで見え方が変わったりします。そして、このレイヤーパレットの目玉のところをクリックすると、そのレイヤー効果が見えなくなったりします。もう一回クリックすると表示、ね、非表示、表示の切り替えが目玉のところで、隠したり、表示したりができるようになります。次にフィルターマスクのことについて、ですね、ここのスマートフィルターの左隣にある四角い、白い四角のところ、ここをクリックしてください。これ、マスクです。ここをクリックしてですね、ブラシツールに切り替えて、で、描画色を黒にすると、このマスクが削られて、元画像が表示されます。つまり元画像の上にフィルターが乗っかってるっていう状態なんですね。これが、スマートフィルターです。元画像は、破壊せずに、その上に、フィルターのレイヤーを重ねる。で、その重ねたレイヤーはこのように、後でマスク部分を調整することで、再編集することができます。はい、これがスマートフィルターです。はい、終わります。